どうも大野スケです。皆さん普段歯ちゃんと磨いていますか。歯磨きおろそかにしてないですか。というか糸ようじとかデンタルフロスってやってますか。まあ、日本人の人たちって特にその歯に対する健康意識結構低めなんですけど、アメリカとかそのあの医療保険のあの補助代とかが全然ないから、あの医療保険代とかがないから、あの実費でその歯の治療とかするのってすごい高額なんですよね。だからその海外の方が結構歯に対する健康意識ってすごい高いんですよね。で一方で日本っていうのはまあ。 虫歯になったところで、最悪なんとかなるっしょっていうふうに、まあ,あ、安い金でなんとかなるっしょっていうふうに思いがちな人たちが多いから、結構、あの、歯を失う人たちが多いんですよね。まあ、虫歯が、その歯真っ黒になっちゃうあの病気で、歯周病が歯の周りの歯ぐきが、あの、な,なんか、あの、売れすぎたトマトみたいに、あの、ぐじゅぐじゅになって、あの、まあ、歯ぐきの中にある歯槽骨っていう骨の部分から根こそぎ、その歯がポロって取れちゃって、歯が、歯を失うっていうのが歯周病なんですよね。っていうような、まあ、大まかに分けて2つの病気があるんですけど、この歯を失うことって、まあ、虫歯もしかり、その、 まあ、死臭病になって歯が抜けるにしかり、そのインプラントの治療とかをして、まあ、歯を削るなりとか、歯の、あの、神経を取るとか、あの、まあ、虫歯になったらそうしればいいやっていうふうに思ってるかもしれないですけど、結構デメリット多いんですよ。で、結局、その、歯の健康を保ちたいんだったら予防治療が一番。あの、要するに、普段からちゃんと歯磨きをして、糸用事をして、で、あの、まあ、 その自分の歯の健康を害しないような、まあコーラだったりとかお菓子だったりとかそういう甘いものを食べすぎることのデメリットだったりとか、実は唾液ってすごい僕たちに、あの、た、たくさんの3つの大きなメリットがあるんですよって。なんで僕たちで唾液分泌するんですかなんか汚くねっていう風に思うかもしれないですけど、その口の中を唾液で満たすことによって、こんなメリットがあるんですよっていう、あのお話とかをしていきたいなっていう風に思います。まあ、僕たち人間っていうのは、 元気な生き物で自分に関係あることじゃないと興味を持たないから、まあ、あの、歯を磨くのってめんどくさいし、なんか親とかに歯磨きなさいっていう風に言われ,言われて、なんか嫌々やってるかもしれないですけど、実は僕たちの人生にものすごいあの重要な役割を果たしてるんだよということをあのお話ししたいなと。で、まあ、あの、前置きはいいから、とりあえず、歯を失った時のメリットについて、あのデメリットについてあのお話ししていきたいなというふうに思います。で、あの、まあ、1個目の大きなデメリットっていうのが栄養失調になる。で、2つ目っていうのが、まあ,あ、心を病みやすくなる。そして3つ目っていうのが人間関係が崩壊しやすくなる。 そして4つ目が頭が悪くなるまあ、認知症のリスクが上がるで、あの5つ目があの肥満になりやすくなるとかあので、6つ目が、えー、と糖尿病になりやすくなるという生活習慣病まあ、あの5つ目と6つ目は、まあ、生活習慣病という一括りにできるんですけどまあ、要するに心も体もどんどんボロボロになっていくということなんですよね。で、 なんでそんなことになるのって話なんですけど、まず営業失調っていうのがちょっと突飛な話じゃないっていうふうに思うかもしれないですけど、あの、ま、歯がなくなってったら、もちろん硬いもの噛めなくなりますよね。あの、西木鯉っていう芸人の方いらっしゃるじゃないですか。で、あの、白いスーツのあの、ハゲ頭の、あの、長谷川さんが、あの、ま、歯ほとんどないらしいんですよね。半分以上抜けてるらしいんですよね。で、あの、自分の大好きな鶏の唐揚げを丸飲みで食べてるらしいんですよ。で、ま、あの、なんだろう、ま、ま、あの、衣とかが、あの、が、たくさんあるからもう噛めないんでしょうね。 自分の好きなものを、その、思ったように食べられないっていう時点で、クオリティオブライフが下がっちゃうじゃないですか。で、さらに、その、硬いもの、例えばリンゴだったりとか、まあ、やあの野菜だったりとかが食べられなくな,なるわけですよ。果物とか野菜が食べられなくなるわけですよ。栄養が偏るわけですよ。だったら、柔らかい白米だったりとか、うどんだったりとか、まあ、あの、なんか柔らかくて栄養価があんまりないようなとか、糖尿病のリスクを上げるような、あの、柔らかい糖質だったりとか、しか食べられなくなっちゃったりするわけなんですよね。それこそ、インスタント系の食品だ、みたいに、あの、 まあ、カロリーが高くて、塩分が高くてみたいな。偏った食事ばっかりすることによって。まあ、さらに、僕たちの体がどんどんボロボロ、ボロボロになっていくということなんですよね。まあ,あ、僕たちの体とか、脳みそっていうのは、食べたもんで作られるから、で、その。 その食べたもんその食生活を乱す原因になっちゃうからあの歯を失うことってそもそも僕たちの生命維持活動の中であのまあ多大なダメージを与えてしまうんですよということが1つ目の,あのデメリットなんですよねで2つ目のまあ心を病むっていう話なんですけどまあ3つ目の人間関係が崩壊するとあのリンクしてるんですけどだからまとめてお話しするんですけどまあ歯を失うことによってあの人間関係が崩壊して結局その人間関係の不安によって自分のメンタルが病んでまあ人と会うこととかが億劫になってあの人と会わなくなるから人生の幸福度が大きく低下して まあ自分の活動範囲とかが低下してあの心を病みやすくなっちゃうよって話なんですよね。で、あの人間関係崩壊するかねっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、歯を失うということはああのま歯周病か虫歯が進行するという何よりの証しなんですけどそれぐらいまあ口の中でその虫歯菌だったり歯周病菌が増えると、まあ、口臭がまずきつくなるんですよね。で、皆さんもまあ口臭がきつい人とあんまり話したくないっていうふうに思いますよね。勝手にままあああ距離を置きたくななっちゃゃうじゃないですかだかだらまああの 気づけば自分の周りから人がいな,くないなくなっちゃうっていうような原因になるし、そしてその自分の歯がなくなることによって複数本なくなってきたら、その噛み合わせが悪くなったりとか、顎を閉じた時にその顔の形が変わっちゃったりとかするんですよね。で、あのその自分の外見とか顔とかにコンプレックスを抱くようになって、あのその結果、まあ人と会うのが億劫になっちゃうとか、まあやっぱりその自分の身体的あのコンプレックスがあったら、人と目を合わせて,わせて話すのとか嫌になるじゃないですか。人と関わるの嫌になるじゃないですか。 まあの20代過ぎた男性の方々だったら自分のおでこがちょっとずつ侵食されてくるというかあの頭皮がどんどん広くなってきたら人と会うの奥になってきますよね僕だけですかね僕は18歳ぐらいの頃から AGA 進行し始めたからあその頃ぐらいからやっぱ人と会うのとか何か嫌だなって人と面と向かって話すのとかなんかちょっとあの自尊心が低下しちゃってなんか嫌だなっていう時期とかも結構あったんですけどそんな感じで自分の外見のコンプレックスが加速して人と会うのが嫌になっちゃうんですよね。 他にも歯を失うこととによって人との会話がコミュニケーーションがスムーズにできなくなるんですよ、まあ、歯がななくなってくると錦鯉の長谷川さんみたいにあのなんか滑舌が悪くなりますよね何て言ってるか分かりませんよね分からないっていうような事態が増えてきますよねでまあ、まあ、大之助滑舌が悪いのは今のところそのあの別に虫歯とかで歯を失ったことはないですけどたあの持ち前の滑舌の悪さでちょっとあの聞き取りにくい音声を皆さんにお届けしてるんですけど、まあ、あのつまり僕は歯を失ったら今よりもさらに滑舌が悪くなるということなんですよね。 <laughs> 滑舌もちゃんと言えてないっていうねみたいなにそに滑,滑舌が悪くなるとそのああの会話しててもスムーズに会話のキャッチボールができなくて「え何なんてっていうようなやり取りが増えるようになってくる,くるとやっぱ喋っている自分としてはあ自分のがなんか喋るとその空気が悪くなるというか,なんか空気がよ,よどむというか会話をなんか空気をあの切り裂いてしまうというか。あの 人と円滑にコミュニケーションを取ることができない人間なんだな自分はっていう風に、まあ、またさらにコミュニケーションに対して劣等感を感じちゃうんですよねだから自分の口臭がきつくなったりとか顔の形が変わっちゃったりとかあの滑舌が悪くなるっていうような なな複合的な要因で人ととと会会ううここがが話すすることが嫌になっちゃうんですよ、ねでまあ僕たち人間っていうのは、まあ、もちろん現代社会っていうのはいろんな人たちに会いすぎだからその行きたくもない飲み会とかでストレスを多大に増幅させているから人間関係絞ることは重要なんですけど自分にとって大事な人間関係もあの崩れてしまったらあの本末転倒というか元も子もないじゃないですかけど歯のケアをおろそかにして歯がどんどんなくなっていっちゃうと、まあ、僕たちサメ,サメじゃないんであの歯を新,新たに成人してから生やすことってできないですよね。 心病む原因になっちゃうから、あの、歯のケアはちゃんとしましょうねっていうのが、まあ、歯を失うデメリットの2個目と3個目、あの、メンタルが崩壊するっていうのと人間関係の不和ですね。で、あの、4つ目っていうのが、 まあ、人生の満足度が低下するってことですね。まあ、これまでお話ししてきた通り、好きなものが食べられなくなったりとか、自分の好きな人とコミュニケーションをなんか好きなように交わすことができなくなっちゃいとか、なっちゃったりとか、口述する、まあ、太りやすくなっちゃったりとか、糖尿病だったりとか、いろんな生活習慣病によって、体がボロボロになっちゃいました。糖尿病によって血管が詰まって、下半身不全になっちゃいました。もしくは、その脳の大事な血管が詰まって、そのまま死んじゃいましたみたいになったら、道半ばで倒れることになるじゃないですか。あの、残りの人生寝たきりとかだったら、まあ、明らかに自分の生活の質というか、あの自分の幸せっていうのは、あの、求められなくなります。 よねみたいなふうに、まあ、の自分の人生こんな風に終わりたくないなっていうような終わり方をしやすくなるっていうのが、まあ、あの歯を失い続けるデメリットなんですよね、まあ、だから自分を幸せにしたいんだったらちゃんと歯磨きましょうっていう話なんですよであああの、まああのま歯を失うデメリットの5つ目と6つ目っていうのが肥満になりやすくなったりとか糖尿病になりやすくなるという話なんですよね、まあ、要するに健康リスクが増大するということ不健康になるということなんですけどあの まあなんで太り、歯 <laughs> 周病菌というかその虫歯が加速するとなんで太りやすくなるのっていうでおかしな話ですよね。歯とその太りやすさは関係ねえじゃん食ったもので決まるんでしょっていうふうに思うかもしれないですけど、その僕たちはその歯周病だったりとか歯ぐきが腫れたりとか、そのまあ 死臭病菌とかが口の中で暴れ回っていたら僕たちの体の中の免疫細胞マクロファージとかが頑張って止めてくれたりとか、あんま白血球とかが退治したりとかしてくれるんですよね。で、まあ体のリソースを口の中にその分あの回さなきゃいけないわけなんですよ。ってなったら体の代謝機能が低下,低下して、あの、 ま、その分、ほ、あの、とか、免疫機能が低下して、その、風邪とかウイルスとかに対抗する力に回す余力がなくなってしまったりとか、そもそも、その脂肪を効率的に燃焼させるための、あの、組織だったりとかっていうのがうまく働かなくなって、その結果、あの、まあ、あの、歯のケアをおろ,おろそかにする人たちっていうのは太りやすくなっちゃうし、まあ、さらに歯を失いやすくなっちゃうよっていう話なんですよね。だったりとか、あの、同、同様に、まあ、糖尿病のリスクも増加するんですよ糖尿病ってま、サイレントキラーって言って、あの、まあ、僕たち、その、 まあ、タバコを吸うのと同じようにあのダムが歩いている一定量の貯水池を超えたら決壊するのと同じように最初その悪癖に染まっていたとしてもあんまりその僕たちにその死神の足音は聞こえてこない,聞こえてこないんですよねただ10年20年とそのお菓子買い続あの食い続けるだったりとかあのタバコ吸い続けるっていうような悪癖を続けた結果あの急にその血管とかに負荷が来て詰まっちゃってぶっ倒れるみたいなことに,に陥っちゃうんですよね。まあ、糖尿病といいうのは結局毛細細血血管とかあのまあ細い血管かから順にあの まあ、あの血,血液の流れがドロドロになっちゃうんですよ。で、ドロドロになるとけけあの血管が詰まっちゃってであの、体の隅々まで栄養を送れなくなっちゃって、まあ、体の一部が壊死しちゃったりとか、重要な血管が詰まっちゃったら、そのままあの半心不全になったり、死んじゃったりあの心臓の血管が止まったら、そのまま死んじゃったりみたいなことになるんですよね。だから糖尿病って、糖尿病ってめちゃくちゃ恐ろしいんですよ。であの歯の毛をおろそかにしているとあの その、と、あの、糖の代謝機能が、あの、低下してしまって、その血管が詰まりやすくなるし、そもそも、その歯の毛をおろそかにする人たちって、あの、日頃から糖分とか、まあ、あの、甘いお砂糖だったりとか、デザートだったりとかを日頃から摂取する機会が多い傾向にあるんですよね。まあ、当たり前ですよね。あの、虫歯になりやすいっていうことは、その分、あの、虫歯菌の栄養である、あの、糖分をたくさん摂取しやす,しやすいっていうのは、まあ、明らかな話なんですけど、だから、そ、そもそも他の人たちに比べて、その糖尿病リスクが高いですと。 いうこともあるからその,あのまあ歯のケアをほったらかしにしている人たちはそもそも糖分たくさん日頃から摂取しやすい人たちが多いしそして歯周、まあ、病菌をなんか撃退するのに体のリソースを使ってしまうから体の糖代謝機能あの糖分を効率的に燃焼させたりとかその脂肪にしないようにあの糖分って体の中を一,定一定期間以上体の中を巡っていたらもう脂肪に変わっちゃうから脂肪肝とか言いますよね。 そういう、あの、脂肪に変わる前に、きちんと消化してくれ、あの、処理してくれる、燃焼させてくれるような機能っていうのがうまく働かなくなって、まあ、肥満だったりとか糖尿病になりやすくなっちゃうんですよっていうのが、まあ,あの、あの歯、歯を磨かないデメ,リデメリットなんですよね。だから、今まで、あの、お話ししてきたように、まあ、栄養失調になるだったりとか、そもそも人生の満足度が低下しますよだったり、メンタルだったり人間関係が崩壊しますよだったり、まあ、あの、太りやすくなったりとか、糖尿病になりやすくなったり、もう体がどんどんボロボロになりやすくなるんですよっていう、あの、結構ね、 あの口,の鼻口って、まあ、全てに通じるというかあの僕たちの人生に大きく関わってきている期間なんですよねだから皆さんも自分の人生の質を高めたいんだったら毎日ちゃんと歯磨きましょうっていう話なんですよであの、まあ、唾液の役割3つについてお話しする前にじゃあ具体的にどんな風に歯磨きしたらいいのって話なんですけどあの、まあ、できればあの毎日ご飯食べたあとは。 あの、10分くらい時間を置いた後、歯磨きしてください。で、あの、なんか諸説あるんですけど、あの、ご飯食べた後って、その、あの、歯の近辺から、あの、その食べ物とかを溶かす酸が、あの、口内から発生、あの、発生するみたいで、そんな時に、その歯磨きをして、その酸を自分の歯になすりつけたりとかしてたら、むしろ自分の歯を溶かしちゃうから、食べて、もう、もうあの、直後に歯磨きするのは良くないかもよっていうような話とかもあるんですけど、まあ、歯磨きしないよりは絶対歯磨きした方がいいですからね。で、あとは、 寝る前と朝起ききた時もででれば歯磨いてしいすだからあの朝昼晩3食食べている人たちっていうのは大之助のできればの理想なんですけど朝起きて歯磨きするでその後ご飯食ってあの朝食後に歯磨きするであの昼と夜もご飯あのご飯食べたら歯磨きするとで夜眠る前も歯磨きするとでそこまでやる必要ある,あるのって話なんですけどでまあ大之助あであの眠る前はできれば糸ようじするまあ朝起きた時の糸ようじでもいいですけどでまああのまあすごいあの。 気にしんな方というか、ちょっとでも、刺繍病のリスクを減らしたいという人たちは、あの、夜寝る前と朝起きた時に、あの、糸用紙かデンタルフロスかあー、やった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、な,なんでその、睡眠前後できちんと歯磨かなきゃいけないかっていうと、皆さん、朝起きた時なんか口の中がムワッとするというか、臭くないですか <laughs> どんなにその、自分の家族とかでもなんか寝起きの息臭くないですかこれ、あの、なぜかっていうと、まあ、口述するんですけど、唾液が関わってきてるんですよね。唾液が虫歯菌とか刺繍病菌を普段は、あの、洗い流してくれたりとか、 その歯の再石灰化もあの歯が日頃虫歯菌とかにちょっとずつ溶かされてってるんですけどその唾液があのレンガを塗り固めるみたいにその歯のエナメル質をまた塗り固めてくれてるんですよねだったりとかあの口の中を中性化させてくれるその虫歯菌たちが酸性の毒を出すんですけどあの口の中の唾液がまあ若干アルカリ性入ってるみたいで口の中を中性に保ってくれるんですよねそのおかげであの歯が あの、なんだろう、えっ、ー、と、虫歯菌とかにいいようにやられなくて済むんですよ。だから虫歯菌の毒から守ってくれるバリアを出してくれるし、虫歯菌たちを洗い流してくれるし、そして歯を修復してくれるっていうのが唾液の機能としてあるんですよね。ただ、寝ている間って唾液の分泌量減るんですよ。つまりどういうことかっていうと、寝ている間に、まあ、あの、僕たちの、あの、校内で歯周病菌たちが好き勝手暴れ回るということなんですよ。だから、その寝ている間の7時間とか8時間とかの間で、めちゃくちゃ、あの、口の中でこん、あの、細菌が繁殖して臭くなっちゃってるっていう話なんですよね。 もう大気の,のメリット3つ言っちゃいましたね。まあだから、その寝る前後、その寝る前にちゃんと刺繍分その歯を,歯を磨いておくっていうことと、朝起きた直後っていうのはすごいあの校内で細菌が繁殖してるから、その時にちゃんと歯を磨いておかないと、まああの、自分の歯の健康だけじゃなくて、お前口く,くさっていうふうに、その友達だったり家族とかから思われて、その、まあ自分にとっても、周りの人間関係にとってももうみんな不幸になっちゃいますよね。 <laughs> っていうような状態に陥っちゃうから、ちゃんとハイミ行きましょうねと。で、その、毎日朝晩、その、デンタルフロスやるのって、あのお金めっちゃかかるじゃんっていうふうに思うかもしれないですけど、デンタルフロス、その、なんか、あの60日分とか、あの、60ピースとかでも、せいぜい300円とか、まあ、500円とかで買えるもんなんですよね。で、大抵1日、あの、一個、一個あたり2円とかでできるんで、その1個あたり2円とか、1日あたり2円とかで、その、先ほどお話ししたような、まあ、デメリットたくさんありますよね。なんか4個か5個か6つぐらいお話ししましたよね。自分のメンタル破壊それだったり、栄養失調になるだったり、人生の、あの、生活、 そその質が下が下りりますすだだっっったたとかうういうリスクを回避でできるんんら断然安くななて話なんですよね虫歯になってその毎週、はい、あの自分の時間を削ってお金を払ってあの高額なお金を払って歯医者に行かなければいけませんなんかすごい怖いけどそのドリルガーって口の中に突っ込まれなきゃいけませんみたいな経験をその1日2円とかのその糸ようじで回避できるんだったら絶対そっちの方がいいじゃんっていうふうに僕は思うんですけどねであのまあ普通の歯磨きだけじゃいけないんですか糸ようじもやらなきゃいけないですかって話なんですけど、まあ、やった方がいいっす。 皆さん僕たちが普段歯磨きしてる時ってその歯ブラシでどれぐらい口内の汚れ取れ取ると思いますかまあさすがに8割ぐらい取れるんじゃないっていうふうに思うかもしれないですけど実はだい,だいたい1回あたり歯磨きで50%から70%程度しか取れないらしいんですよねでもちろんあの歯ブラシを加えてるだけみたいな人だったらあのさらに口内の汚れは全然取れないというわけなんですよねであのののの人によっっててはそその歯の生え方とかも違ってその 奥歯のさらにあの隅の隅だったりとかその歯茎で隠れている部分だったりとか結構汚れがたまりやすいですよねそういうところとか放置してたら大変なことになっちゃうんですよであの普通の歯ブラシだと 50%, か,50から70%程度しかケアできませんと糸ようじを使うことによって大体70%から90%程度まで口内の汚れを取れるらしいんですよねまあもちろん個人差はあると思うんですけどだから まあ、あの、歯磨きと糸溶子をセットですることによって、ある程度その口内の汚れっていうのを保てますと。あの、綺麗に保てますと。ただ、ちょっと待てと、あの、糸溶子使っても、糸溶子と歯ブラシのコンボで,で使っても90、90%ということは10%は汚れ溜まるんですよね。その溜まり続けた10%どうしたらいいんですかって話なんですけど、あの、その時に使うのが歯医者さんに行くということなんですよね。 ま、3ヶ月に1回ぐらいは、歯医者さんに行って、歯科衛生士のお姉さんたちに、そのなんか、あの、プラークって言って、その虫歯菌たちが自分の身を守るための鎌倉みたいなのを何層にも、幾重にも渡って、その歯の中に、あの、ま、基地みたいなのを作るんですよね。で、基地の中に作って、あのあ、の歯磨きとか糸用紙とかが届かない内部で、さらに増殖させて、そして、あの、 プラークと、その歯が設置しているあ歯、歯の設置面のところで、あの、歯を溶かして、あの、その歯を営業に、さらにどんどん繁殖している。で、その繁殖した力を持って、さらにそのプラークという鎌倉をもう一層あの盛り上げるっていうような、あの、悪循環に陥っちゃうんですよね。だからあの、歯全然磨いてない人とか、あの、めっちゃその歯、歯石とか汚いじゃないですか。あの、歯石、歯石っていうのがプラークなんですあの、プラークっていう、実は何層にもドーム状になった、あの、鎌倉みたいな基地を作ってる状態なんですよね。で、その硬い、あの、ドーム、あのというかそのプラークっていうのが、 その、船にこびりついた藤つぼみたいに、あの、全然取れないんですよね。人力だと、その、あの、歯ブラシだと。だから、もう、その、歯医者さんの、その、歯科衛生士さんの、あの、特殊の武器で、その、削ってもらいましょうと。武器、あの、相手の基地を破壊してもらいましょうという話なんですよ。で、あの、まあ、大之助、その、まあ、だから、ま、季節の変わり目とかに、結構、その、歯医者に、無理の歯医者とかに行ったりするんですけど、あの、 なんか、歯医者さんの、その、歯科衛生さんのお姉さんたちが使ってるような、その、あの、プラークを取るようなやつって、すごい変わった形してるんですよ。あ,あの、なんか、アイスピック、ちょっと曲がったアイスピックみたいな形をしてて、それをガリガリその、あの、歯の隙間のところに、あの、押し当てて、ガリガリ削ってくれるんですよね。で、まあ、あの、迷惑,迷惑な客だなって話なんですけど、大ス助、ちょっともう気になりすぎちゃって、あの、なんか、 その歯科衛生士さんんっってめっちゃ道具あるんで,すよ、ね、で、すこれ、これってどういう役割なんですかこれって、あの、さっき僕にやってたやつ、どれ、どれですかみたいな風に <laughs>、まあ、あの、ま、あの、施術、術が終わった後、その校内の洗浄が終わった後、いろいろ聞いたりしたことがあったんですけど、なんか、大抵のそのプラークっていうのは、 そのアイスピックみたいな細いやつになんか超音波を流せるらしいんですよね。で、高速振動の音波によって、その鎌倉の,あのプラークの基地をあの内部からあの分解させていって粉々にしていって、そのなんかあの結束力が弱まったところをガリガリ掘り出しているらしいんですよね。でなんかそれ見て、あ、それ聞いて、あ、面白いなっていうふうに思いましたね。まあ,あの僕の話はさておき、要するに、 あの、日頃から歯磨きと糸用じで、あの、校内をできるだけ綺麗に保ちましょうと。そして寝る前と、あの、起きた後に、あの、歯磨きの、あの、歯のケアをしていくことが特に重要です。ただ、その一方で、僕たちの、その人の手だと、その僕たち素人の手だと、どうしてもちょっとずつ溜まっちゃうような汚れがあるし、人それぞれその見落としてる場所だったりとかがあるから、そこは2、3ヶ月に1回ぐらいは、 その、なんか、歯医者のところに行って、歯科衛生さんに、その歯のクリーニングをしてもらいましょうと。そうすることによって、僕たちの歯の健康は保たれるんですよ、っつ話なんですよね。だから、ま、あまとめに入るんですけど、ま、あ僕たちはその歯のケアをおろそかにしがちなんですけど、その、あの、歯をおろそかに、歯のケアをおろそかにしていると、メンタルを破壊するだったり、栄養失調になるだったりとか、生活習慣病を加速するだったりとか、まあ、あの人生の、あの、生活の質が低下します,しすよっていうようなデメリットがあるんですよね。だから、 毎日そしてあのたまには歯医者さんに行きましょうとじゃないとたまには歯医者さんのところに行かないとあの毎週その歯医者さんに通うことになるしそのドリルをブイーンその口の中に突っ込まれたりとかするし、まあ、自分の時間とかお金もさらに浪費することになりますよとそ,そんな人生あの歩みたいですかっつう話なんですよねそれが嫌だったらあのたまには歯医者さんのところに行きましょうとで実は唾液ってあの僕たちが知らなかったけどその歯の歯の ああの、虫歯菌の毒から守ってくれたりとか、虫歯菌や歯周病菌を洗い流して胃に送り込んで、あの、あの、胃液で殺してくれたりとか、<laughs> まあの、虫歯菌の毒によって、酸によって傷ついた歯を、あの、唾液によって再石灰化、もう一回塗り固めてくれるっていうような、唾液って結構すごい、あの、効果がたくさんあるんですよと。で、まあ、年取ってきたら、やっぱり体の水分量とかも減って、唾液の分泌量とかも減ってくるから、だから、あの、僕たちってその、お年を召した方たちって、口臭がきつくなりやすいから、特に、 年重ねねててていいいいくにつれれ歯のケアはしていかなければいけばませんねという話だったりあと一個忘れてたんですけど、親知らずは早めに抜いた方がいいですよ。あの、親知らず、まあ特にその、あの、なんだっけ、ちょっと由来忘れちゃったんですけど、あの、親が知らないうちに生えてるような歯って、 っていうのとなんかもう1個親知らずの名前の由来あったんですけどちょっとそ,れは、まあ、それはいいとして親知らずがあるとその歯,が届かあの歯ブラシが届かないような奥底にあの歯が生えちゃってる状態だとその奥底にある歯とその手前の歯の隙間の汚れとかが全然取れなくてずっと溜まってっちゃったりするんですよね。でそこかからら奥歯歯が虫歯ににななっちゃう原因になるから まあ、できるだけ早いうちに親知らずにいた方がいいんじゃないかなと、まあ、大之助はそれこそあの奥,あの下あの奥歯の下の親知らず2本ともが左右両方とも1本ずつ親知らず生えてたんですけど垂直に生えてて左右両方ともねであの歯茎にあの完全にかぶさっていた状態なんですよであの視認できる目視できる奥歯との奥歯と その,その隣に垂直で生えている、あの、まあ、あ校内で隙間があって、その中で、まあ、虫歯菌が増殖しやすいから、さっさと抜いちゃいましょうっていう風になって、あの、まあ、歯ぐき切り裂いて、親知らずを砕いて抜いたことがあるんですよね。で、めちゃくちゃ痛かったし、めちゃくちゃ怖かったし、抜いた後ももう一週間ぐらいずっと腫れたんですけど、けど、抜いておかないと、まあ、将来虫歯に、そこから虫歯になりやすくな,なったっていうこともあるから、ま、あ早めに抜いた方がいいんじゃないのかなと、特に社会人だったら、そんなあの1、一週間顔腫らすなんて状態だと、ま、あ仕事にも支障はありますよね。 学生のうちだったら夏休みとか、その長期期間の休みとかもあるし、あの、まあ、早めに抜いた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、人によってはその、あの、上下左右それぞれで合計4本ぐらい親しらず入いてたりとかするし、大之助もあの、類に漏れず4本入ってて、まあ、社会人になってから気づいて、あの、まあ、隙間を見て年末年始の間とかに抜いたりとかしたんですけど、まあ、あの、親しらずは早いうちに抜いた方がいいし、あの、ほっぽってても結局デメリットしかないですよ。だから、 あの夏休みの課題を放置しておいたら8月31日に地獄を見るのと同じように日頃から歯のケアだったりとか歯医者さんに行かないだったりとかあの親知らずをおろそかにしてるとまあ人生の後半とかあの40早かったら3040ぐらいでそのツケが回ってくるんで皆さんも歯のケアっていうのはしっかりしておきましょうねという話でしたで1個忘れてましたあの <laughs> 今言うかって話なんですけどあの。 なんだっけ歯,み歯磨きをおろそかにする歯を失うデメリットについて歯を失うデメリットについて1個忘れてました。認知症になりやすいバカになりやすいって話ですね。あのなんかちゃんと聞いてくれてた人だして最初あの認知症になりやすいって俺言ってたかなちょっと忘れてたんですけど。そのまあ 歯を失うとなんで認知症とかバカになりやすいかっていうと僕たちはあ,あの顎を動かすことによって脳にたくさん血流を送ることができるんですよねだからなんかプロ野球選手だったりとかあの勉強に集中したい時眠気を覚ましたい時にガムかむじゃないですかあれ顎を動かすことによって脳にたくさん血液を送っているからなんですよねで歯を失うともちろん噛む回数減りますよねというか噛めるものとかがあの噛めるものを食べなくなってきますよねということはその分脳に送られる刺激が少なくなってきて、まあ、脳が低下しやすくなって脳機能が低下しやすくなって認知症リスクだったりとか あの、普通に若い人たちでも、その自分の集中力だったりが、集中力が長く続かなかったり、記憶力が低下したりとか、日中眠気を感じるようになったりとか、する原因になるんですよね。だから、あの、まあ、あ あの、前述したようにさ、あの、歯を失うことによって、そもそも口が臭くなったりとか、顔の形が変わるだったりとか、あの、ま、歯がふがふがでちゃんと喋れなくな,なるっていうコンプレックスが加速するだったりとか、あの、その認知症が加速して脳機能がのその人と話さないことによって人間で会話することによって IQ とか脳機能とか高めていくことができるんで、そもそも会話しないこと、会話をする機会が減ることによって、どんどん認知症が加速していくんですよね。で、さらに、あの、歯を失うことによって、その顎を動か、さらに顎を動かさなくなってくるから、食事も柔らかいものしか食べなくなってくるから、 脳に血流が全然あの血液が全然送られなくなって栄養が行き渡らなくなってさらにバカになりやすくなるとであの脳機能が低下するとあの人と会話することすらままならなくなるだったりとかそのボケが始まっちゃったりとかしたら、まあ、人と話すのが億劫になりますよねっていうあの悪循環に陥っちゃうんですよねだからあの早め早めのうちに僕たちが若くて健康なうちからあの歯のケアをしっかりしておきましょうねという話でした。<laughs> 今,今思い出すなって話なんですよ。俺も顎噛むのが足りてないんじゃない,ないのかって話なんですけど、ちょ認知機能が不足してたんですけど、そこはちょっとご愛嬌でまた、あの別の機会に取り直したりとかするかもしれないですけど、とりあえず、まあ、皆さんデンタルケアの重要性を覚えておいてもらえればなという話でした。今回は以上。